障害者職業総合センターは、障害者の雇用の促進等に関する法律第19条に基づき、障害者の職業生活における自立を促進するため、1991年に、国により、千葉市三浜区に設置され、厚生労働省所管の独立行政法人公令、障害、求職者雇用支援機構により運営されている、全国の障害者職業センターのネットワークの、 中核機能を有する。障害者職業総合センターの業務は、障害者の雇用の促進等に関する法律、第20条により次の通りである。職業リハビリテーションに関する調査及び研究を行うこと。障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。障害者職業カウンセラー及び職場適用援助者の要請及び研修を行うこと。 広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、障害者就業、生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導その他の援助を行うこと、全覚悟に広掲げる業務に付随して次に掲げる業務を行うこと、障害者に対する職業評価、職業指導を、 基本的な労働の習慣を体得させるための訓練並びに職業講習を行うこと。事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言または指導を行うこと。事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言。その他の援助を行うこと。全覚悟に掲げる業務に付帯する業務を行うこと。 障害者職業総合センター研究部門の調査研究成果はホームページで公開されている。AB、障害者の雇用の促進等に関する法律。E 株法令検索。2019年9月9日閲覧。AB、障害者職業総合センター研究部門。障害者職業総合センター研究部門。2019年9月9日閲覧。 就業支援担当者の養成と研修。高齢、障害、給職者雇用支援機構。2019年9月9日閲覧。地域障害者職業センター。高齢、障害、給職者雇用支援機構。2019年9月9日閲覧。ありがとうございます。